今のスペイン代表のウィングで日本代表のサイドバック崩せる人、ハテしか思いつかない。そうっすね。サラビアとか、あの、ヘラントルスとしては厳しいでしょうね。なんならウィングだったら日本の方に部があるんじゃないですか。か中盤のレベルはね、ブスケツ、ペドリ、ガビとか、コケとか、いろいろいますもんね。あとはマ,マルコシュレントかな、ウィング使われたらちょっと怖いのは。スペインのウィングがハテて仕掛けるよりカルバハルあればうまく使った方が崩されそう。そうっすね。 三笘に合う左サイドバックは僕は旗手だなと思いますけどね、連携の面で言うと。多守備の経験値みたいなところで足りないから、まあ、普通に長友でいいんじゃないですか。三笘が張って仕掛ける長友がちょっと内寄りでサポートするみたいな。その時にあにセンターバック、長友、三笘ってなればいいけど、ここの線がつながんないみたいな、そこの約束ごとしっかり決めないと、三笘が孤立するというようになりますね。 要さんが日本代表の監督ならワールドカップ433、4231どっちを選びますか私は競合相手には4231の方が守備安定するのかなと分析しています。433もインサイドアウが前から行くと4231になったりするんですよね。だからなんかどのシステムが最適っていうより誰を置いてどういう約束事を植え付けるかみたいな。 でも、4231が守備安定するのは、ダブルボランチでセンターバックの前を、あ,んあの、きちんとフィルターかけれるからってあるんですけど、433でも、スリーボランチみたいな感じするとそうなんですよ。ただ、そうなるとワントップになるんで、完全に。あの、ワントップの周りを押し込まれやすかったり、じゃあ、ワントップにならないで、スリートップで中央に、あの、寄せると、今度、サイド経由で攻められたりとかするから。そうだから、ね、そういうふうに考えていくと、このシステム、うんぬんよりも、 どういう基準でどういう約束ごとで守備させるかみたいな。スペインだったらセンターバック運びながらくさびつけてきたりとかするから、で、ライン間で、あの、仕事できる選手たちがいるから、まあ僕だったら、普通に5バック使いますね、僕だったら。今任されたらね。急に任された5バックの方が5エリア、攻撃で取れるし、守備の時にもスペインがやりたい、 あのセンターバック運びながら間つけて、4バックだとそれを捕まえに前に出てきたやつズずれ作ってみたいなところを5バックだとウィングの1対1のところをサイドバック追い越してこない限りはインサイドバックも3バックの両脇の選手もサポートできる。だこの間のインテルの戦い方です。インテルがバルサの勝った戦い方で、あの、もうねバル、バルサルは どちらってスペインにはレバンドスキーいないんでより一層守りやすいしテンベレもいないからうん5バック使って532か541いきますねスペインにはドイツ相手にはどうなるだろうなうんももう5バックベースで532541使い分けて前からの守備は同サイド圧縮でどんどんサイド捨てて撤退する守備の時にはあの5バックで中央を釣り出されないようにして そうセンターバックの前のスペースも空けないで遠距離攻撃アーリークロスとか狙わせますね。